写真拡大。新庄剛志氏48が10日自身のインスタグラムで敬遠玉打ちを解雇した。当時を振り返る柏原元打撃コーチのテレビ映像とともに、敬遠のボールを打つ前の柏原師匠とのやり取りと記し、昨年には現役復帰を宣言。この日のインスタグラムでは、大抵の物事は何とかなるなど前向きなメッセージをアップし、練習風景もライブで配信した。コーチを通して目配せで野村監督から許可を得ていたことを。48歳の誕生日を迎えた1月には、開幕までにプロ野球選手にと改めて宣言した新庄氏。コロナ禍で開幕が延期される中、野望実現へ向けて前向きに取り組んでいる。